タバコ好きな喫煙動画、久々に始まりました。今回はこちら、ダブルハピネスのオリジナルというのが、発売されました。こちら、リトルシガーかな。スリムシガーって書いてありますね。まあ、リトルシガーでしょうね。うん。まあ、タールチはね、タールチとニコチンチは書いてません。で、値段が、確か290円と、まあ、非常に安いと。で、20本入り。ね。となっておりまして、若干気になっていたんで買ったんですが、まあ、あんまりね、売ってるとこが多分少ないんですよ。おそらくね。まあ、リトルシガーですからね。あまりね、うん。店舗に、多分コンビニとか置いてないんじゃない？うん。わかんないけどね。ああ、細いですね。うん。細い、タバコ。見た感じ、こんな感じですね。それでは、吸っていきましょう。ウィッシュ。あれ？はい、もしもし。あ、違います。はい。電話のね、かけ間違え。最近さ、最近じゃないか。結構何年も前からね、よくかけ間違えられるんですよ。なんか、川上さんですかって言われて、今ね、今言われたんですけど、いや、違いますって言って、かけ間違えましたって言われましたけど、結構ね、あるんですよね。うん。今のご時世、基本的にはほら、電話帳とかさ、見てさ、書けないでしょ。だから登録済みの電話番号をポチッと押すだけで、ほら、すぐ、できちゃうじゃん。だから番号とかいちいち覚えなくてもいいから、書け間違いっていうのは、減ってるはずなんですけどね。たまに結構かかってくるんですよね。味は、結構きついっすよ。これ結構きついっすね。これあれだな、前吸った200、フォルテか。フォルテ。フォルテのオリジナルよりか絶対きついな、これ。間違いなく。フォルテのオリジナルよりかは、多分細さは一緒なんですよ。太さね。うん。値段が290円で、20本入りね。インドネシア産らしいです。うん。限りなくシガレット感覚で楽しめるきつみを、実現。軽くまろやかな口当たりとなってます。は、うん。結構きついぞ。うん。フォルテに比べると味は、なんか、味が非常に濃いですね。このダブルハピネスの、オリジナルだけじゃなくて、ライト。ライトも確か売ってるんですよ。値段、メンソールとライト、確かに。割と最近発売されたんですよ。メンソールと、ライトが売ってますね。うん。まあ値段290円だから、まあ、でもあんまり美味しくないな。うん。ああ、これ美味しくないですね。フォルテよかまずい。明らかに。ああ、フォルテよかまずい。癖がある。なんだろうな、この癖。変な癖。
変な香りみたいなのが、舌にこびりついてくるんですよ。なんやろな、これな。フォルテはこんな味じゃないですからね。なんやろな、すげえ、変な味がする。変な味が。まあでもフォルテよりか20円高いですからね。これだったらフォルテの方がうまいと思うけどな。まあでも、フォルテよりかはるかにこう長いですね。おそらく。長さが。長さが、ね、長い。うん、多分長いですね。フォルテは本当にすげえ短かったんで。ああ。やっぱあれ、メンソール買うべきか。メンソールも、フォルテのメンソールはうまかったんですよ、普通に。だから、メンソールタバコって、タバコのその風味が結構、メンソールでこう、なんか、なんていうかな、メンソールでかき消される部分もあるんですよね。まずい味が、こう、メンソールの、爽快感みたいなんで。これまずいです。今まで吸ってきたリトルシガー、まあいろいろ吸ってきましたけど、こんな味するリトルシガーなかった。うん。臭いです。臭い。味が臭い。ああ。おかしな味だな、これ、ほんとに。おかしな味するわ。まあ、安いから仕方ないといえば仕方ないですけど、まあ、フォルテはフォルテで安いけど、あれ短いからな。すげえ短いから、まあ、こっちはまあね、まあ長いんで、まあそれで行くと、まあ長くは吸えるんですよね。フォルテよりか長くは吸えるから、まあそこどうするかですね。まあ、うん。まあ実際吸ってみないとちょっと多分わかんないと思いますけど、臭いですね。まずい。これはあれだな。これはあれだな。確実に失敗したな。あと19本ありますよ。うわ、これ絶対まずいで。これはちょっと、吸いたくねえな、マジで。吸いたくねえな、このまずさ。ダメだ、これ。2つ星。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。